林昌院は、東京都文京区湯島にある臨済宗明神寺派の寺院。三号は、天沢山。徳川家光の馬として知られる春日局の菩提寺である。周囲に、唐立の池垣を巡らせていたので、唐立寺寺とも呼ばれる。なお京都にある同の名の明神寺の途中、林昌院も1634年に、徳川家光により春日局の菩提寺として、 混流されたものである。1624年、春日局の陰性書として創建。境内地一万坪、事業三百国の御朱印上を配領し、徳川秀忠の御名御点を賜り、伝道を増流した。1630年に、野州宇都宮の光前寺の伊川和尚の皇徳で、あるのを、坪根が聞き、唐山の住職として廃償され、解散となった。 はじめ、法音山天沢寺と称したが、春日局の方法をもって、天沢山臨昌院と号するようになる。1887年には、井上遠梁が、この寺の一棟を借りて、哲学館を創立した。境内に、東洋大学発祥の地の非根流がある。明治時代には他にも数々の学校が、境内に併設されていた。また当時の臨昌院には、 林在大教校もあり、数々の瞑想が学びのために集っていた。毎年10月14日にカスガ記としてカスガ局の法要を行っている。関東大震災で亡くなった中国人留学生の慰霊碑もある。ありがとうございます。